安心して帰れるわ。ううん、そんなことないよ。じゃあ、また明日ね。そうです。はい。神岡さん、図書委員なんですか？図鑑で何を調べるのですか？神岡さん、
何か知っているんですか？わかりました。調べることがあるんですよね。あなたが図書室に返却してください。なぜですか？ではお渡しします。昔、私と何かありました。なら結構です。私アーソーです。お嬢じゃありません。私そんな取材はしたくありません。自分の担当するコーナーがありますから。お休みにする理由がありません。地味かどうかは読者が決めることです。それはたちの悪い噂です。
れは偶然が重なった結果だったと学園側も発表したじゃないですか。その犯人が星原さんだとおっしゃるんですか。どちらにしても確かな根拠もないのに人の名誉を傷つけかねない取材をするなんてお断りします。関連性って何ですか。推測に過ぎないじゃないですか。それも時と場合によります。何よ。何をイライラしてたのよ。重要な話をしてるのよ、神岡くん。なんで機嫌悪いか知らないけど、考え事なんかしてないで、ちゃんと話聞いてよね。私たちは学園祭の担当じゃないのよ。いつも通りの新聞記事を作りましょう。そもそも事件性があるかどうかだって今の時点では疑わしいのよ。仮に事件性を認めるとしても、私たちが面白半分で扱うレベルの問題じゃないでしょ。ちゃんと調査するって具体的にはどうするのよ。お医者さんに話を聞きに行くわけ？教えてくれるわけないじゃない。医師には守秘義務があることくらい知ってるでしょ。じゃあ、例えば事件の目撃者がいたとしましょう。その人がどう証言してくれると思う？目の前で倒れましたという言葉以外にどんな情報を提供してくれるのかしらってことよ。とにかく私、そんなことには興味持てないの。部長と二人で調べたら？だって、2-A の星原さんっていう固有名詞まで出てきているのよ。そんなこと新聞に書けるわけないじゃない。噂を助長させるだけでしょ。そんなことしたら、喧嘩になんかなってないわ。じゃあ私、撮影しに行ってくるから。